はい、それでは、今日は、天才の知恵を借りて資格試験に合格する方法について語っていきたいと思います。サブタイトルは紅の進度表ということです。で、私は、40歳を過ぎた頃にですね、ふと人生について深く考える時がありまして、で、それはどういうことかと言いますと、世間ではですね、不況とか、給料が減ったとか、リストラとか、終身雇用が終わったとか、年金の問題とか、会社でですね、いろんな人と話をすると、そういう話ばっかり出るんですけども、自分自身はあまりそういうことに興味がなかったというか、関心がなかったんですね。なぜかというと、会社での仕事に、集中していたというか、そういうと聞こえはいいですけども、あまり他のことがちょっとわからなかったと。で、さらにですね、私はずっとボディービルとか筋トレをずっとやってきましたので、ほとんどそればっかりやってたということがあったので、ボディービル、筋トレ、会社での仕事しか知らない人生になってしまっていたということだったんですけども、で、この考え方はちょっとまずいなと。考え方という、マインドセットと言いますけども、これちょっとまずいなと、危険だなというふうに思って、なんとかしなきゃいけないというふうに、思いました。で、その時に、最終的に、至った考えが、このビジネススキルを身につけると、で、それに活路を見出そうというふうにな考えに至りました。具体的に言いますと、資格試験にチャレンジすると、要はたくさんですね、ビジネススキルを、アップするような資格をつければ、この先なんとかなるかなというふうに思いました。で、私は理系人間ですので、文系理系の理系ですね。で、理系人間ですので、技術系の仕事しかずっとねしてこなかったわけですね。いわゆるエンジニアですわ。そういう中でですね、人事異動がきっかけで経理関係の仕事をしている人と、知り合うようになりまして、で、帳簿ですね、会社の帳簿、ああいうのを詳しく見る機会があったんですね。で、非常にその帳簿、いわゆる簿記っていうやつですね、それを見て興味を持ちまして、で、早速、本屋さんに行きまして、そういう入門書がないかといろいろ調べて、買った本がですね、世界一感動する会計の本ですということで、山田真也さんという方が書いておられる本なんですけど、そういう本を読んで簿記に非常に興味を持つようになりまして、自分としては未知の分野だったんですけど、簿記ができれば将来独立企業に役立つんではないかというふうに、単純に思って、そこで、簿記3級試験を目指すことにしました。で、具体的な勉強法なんですけども、資格三冠王の黒川康政さんという方がおられるんですね。資格三冠王。で、この黒川さんという方はですね、弁護士、公認会計士、通訳の3つの難関資格を持っておられる、天才なわけです。で、この黒川康政さんが、その資格試験を目指しているときに使った勉強法の中で、紅の進度表という勉強法がありまして、その方法を、簿記試験のときに利用させていただきました。で、どういう方法かといいますとですね、紅の進度表というまず表を作ります。これはエクセルでも手書きでも何でもいいんですけど、マス目を作りましてですね、そこに、縦の欄と横の欄と、自分の、受ける資格試験の、科目をですね書くんですね。で、今この表に載せてますのは、簿記3級試験の、試験科目の内容なんですけども、一番左の列のところにですね、第1章、全体像、第2章、商品売買、第3章、現金預金とかずっと書いてありますね。で、横の欄にですね、
第1節、第2節、第3節ということで、それぞれの章の、章見出しをずっと書いていくわけです。で、これはある本、テキストとなった本の、目次を一応書いてるんですけど、ちなみに、これは、10日で受かる日商簿記3級最速マスターという本なんですけど、その本の目次のですね、第1章から順番に縦の方に書いて、横にはその章の込み出しをずっと書いていくわけですね。で、それぞれの、章の込み出しを勉強して、マスターするために、こんな感じで赤く色を塗るわけですね。塗りつぶします、マス目を。で、どん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 こうやって勉強を進めていって、そのたんびに、マス目をこう塗りつぶしていくんですね。こうどん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 と。で、この表を使うとですね、こう自分の勉強の、進度、要は進み具合が具体的の視覚でわかるわけですね。で、この表を自分の机の前の方に貼っておくと、一目瞭然で、その進行度がわかると。これが、この紅の進度表ということで、これ非常にですね、やる気を起こさせる、モチベーションを高める、そういう勉強法になるわけです。まるでですね、この何かこのお城をですね、作るのにですね、完成図にこう石垣を1つ積むと色を1個塗る、壁とか柱を立てると1個、色を塗るということで、ちょっとずつちょっとずつこう色が塗られていって、最終的にこの城が完成する、完成図が出来上がるというんですね。見ながらやるとものすごくやる気になるということで、まあそれは心理学的にもですね、そういう視覚に訴えるという、やり方が非常に有効だということは証明されています。で、それとですね、この紅の進度表にプラスして、実はですね、もう一つですね、黒川康政さんは、まあ、やる気を出させる方法を自分に対して行っています。それがこの自分に報酬を与えるということです。で、この紅の進度表ですね、マス目を1つ塗るたびに黒川さんは10円玉を貯金箱に入れました。要は、公認会計士試験の時にですね、この1つの章をマスターして色を塗るたびに10円玉をこうボンボンとこう貯金箱に入れていったと。で、夜になるとその貯まったお金を持って公衆電話に行き、彼女に電話をしたと。で、当時はまあ携帯電話がない時代でしたので、公衆電話からこうやって彼女に電話して、楽しい会話をするというのが非常にですね、自分に対してものすごく勉強をやる気にさせたわけですね。すなわち、まあ、それが自分にとっての最高の報酬であったわけです。で、私もですね、この紅の進度表、簿記試験の時に使いましたけども、マス目を1つ塗るたびに100円玉をですね、貯金しました。で、そのたまった100円玉をですね、何週間かして、自分の買いたい本を買うとか、まあ、そういうことに使ったりとかして、まあ、モチベーションを維持するのに役立てたという経験があります。まあ、黒川さんなんかもそうですね、この要は彼女と話をしたい、そのためにこう勉強する、そしてマス目を塗る、で、報酬として10円を貯金する、そして彼女に電話するということで、まあ、これをずっと繰り返していくとですね、非常に好循環なわけですね。で、こうやって黒川さんは、公認会計士、そして司法試験、弁護士で、通訳の試験という形で、合格されていきました。で、私もですね、このやり方を使って、簿記の試験をですね、全くの、ど素人、全く知識がない状態から、紅の進度表、自分に報酬を与えるという方法で、マスターして、合格することができました。そしてさらにこの後ですね、他の資格試験についてもこの方法を使って勉強していくことになりました。はい、今日は、以上で終わります。